はいどうもこんにちは、まみよしです。ついに始まりましたブラックフライデー。今回はもうブラックフライデー始まって割引されてる商品とかも見れるようになりましたので、お得な商品っていうのをピックアップして紹介していきたいと思います。まずこちら、ポイントアップキャンペーンっていうのがあって、最大1万ポイントつくキャンペーンがあるので、こちらのキャンペーンにエントリーするってやつを押してから買い物するようにしましょう。ここのページのリンク概要欄に貼っておきます。ということでおすすめ商品紹介していきます。まずは Amazon デバイスですね。こんな感じでいろいろ Amazon デバイスっていうのはあるんですけども、この Fire TV スティックっていうのはテレビに挿して Hulu とかね、 Netflix とかそういったものを見れるものになってます。なのでテレビの大画面でプライムビデオだったり Netflix、Hulu、YouTube だったり見たい方っていうのは、まあ、買ってもいいと思います。フル HD までのやつであれば3480円で買えるので、まあかなり安くなってますね。で 4K 対応のは4280円です。まあ800円しか変わんないんだったら 4K 対応の方買っておいた方が、まあ、今後長く使えるのかなとは思います。続いてこちら Fire HD8 と Fire HD8 Plus、 こちらおすすめですね。でどっちがおすすめかというと、こっちの Fire HD8 Plus の方ですね。こっちはね2000円アップになってるんですけども、メモリが 3GB になってるのでサクサク動きます。なのでこっちの8より8 Plus の方がおすすめです。で今回紹介するものに関しては全部ね Amazon のリストに入れておきますので、そこからね全部見れるようにしておきますのでチェックしてみてください。はい、で大画面がいい方はこの Fire HD10 ですね。こちらは 1980円になってます。ただこっちの Fire HD10 に関してはメモリが 2GB になってるので注意です。はい、続いてこちらアンカーのイヤホンになってます。 Bluetooth イヤホン、アンカーサウンドコアリバーティエアー2。アンカー製品ってねかなり質がいいので、ちょっとねこのイヤホンも音質とかかなりいいんじゃないかなと思います。で Android の方に関しては AptX に対応してるので、かなり低遅延で使うことができたりするので、かなりいいかと思います。であとこのノイズキャンセリングっていうのは多分ね、あの通話のノイズを消すだけなので、普通の周りの音が消せるとかではないですね。その辺は注意してください。でこれが6399円になってます。で評価めちゃめちゃ高いですね。8400件あって星 4.3 ということで、これかなり人気なので、僕これ買ってねレビューしようと思ってます。これおすすめです。はい、続いてねスマホ関連いきましょう。モバイルバッテリーですね。パワーコア1万、まあ、1万ミリアワーのモバイルバッテリーになってます。これ僕ね実際に使ってるんですけども、かなりいい感じに使えてます。僕は定価4299円で買ったんですが、なんと2999円、1300円オフになってます。これかなりお買い得だと思います。で1万ミリアンペアで足りない、もっと大容量が欲しいっていう方はこっちのね2万ミリアンペアあります。これ同じ価格になってますね。まあ、ただ容量がでかくなればでかくなるほど重くなるので、僕的にはね全然1万ミリアンペアでいいと思います。まあ、1万ミリアンペアでも iPhone XS2.5 回分だったり iPad mini に関しても1回分以上充電できるので、まあこっちのね1万ミリアンペアがおすすめかと思います。はい、続いて USB ケーブル。さっきみたいにモバイルバッテリーで充電するときに関しては結構ねケーブルが長いとごちゃごちゃしちゃうので、こういったね 0.3 メートルのケーブルとかがあるとかなりすっきり充電することができます。ここもね短いやつのこのタイプ C とライトニングってやつ持ってなかったので、こちらね購入しようと思ってます。こちら急速充電に対応してます。でこのパワーライン3ってやつは折り曲げに強くてね、かなり丈夫になってますので、これ結構おすすめですね。もちろん 0.9 メートルだったり 1.8 メートルだったり、これもセールになってるのでこれも貼っておきます。はい、続いて充電器になります。こちらねコンセントにつなぐタイプなんですが、僕はねこれを使ってます。パワーデリバリーに関しては MacBook Air とかも充電できるぐらいの性能を持ってて、こっちはね僕は撮影用のライトだったりカメラだったり、あとはワイヤレス充電スタンドだったり AirPods 充電したり、そんな感じで使ってるので、いろいろね充電するものが多いっていう方に関してはこういったものをね用意しておくとかなり便利になります。こちら2624円になってますね。これも僕は定価で買いました。はい、続いてこちら、もうこれはね全員買ってほしいってぐらいおすすめですね。スイッチボット、これ、ベストセラー1位になってるんですけども、本当におすすめです。このスイッチボット何ができるかというとですね、こちらをコンセントに挿してこれ自体を Wi-Fi につなげます。でこれ自体が赤外線を記憶する、まあ、リモコン代わりになってまして、Siri とか Alexa とか、あとは Google Home とか、そういったもので赤外線っていうのを
コントロールすることができます。なので家の電気だったりエアコンだったりをつけたり消したりっていうのができます。ですごいのがそれだけじゃなくて、これ外からもできるんですよね。なのでね、これかなりおすすめです。この前ね、 Amazon のサーバーの障害のせいで、まあ、1日ぐらい使えない時があったんですけども、もうこれなしのね生活に戻れないぐらいね生活に馴染んでたので、ぜひこちら買ってみてください。めちゃめちゃおすすめです。はい、続いてこちら、これはねつい最近紹介したアンカーの USB-C からいろいろつなげられるようになるハブになってます。これ4799円で定価で買ったんですが、3839円、まあ900円オフぐらいになってます。やられたということで、これおすすめです。実際に使ってますが、かなり快適に使えてます。これに関してはねレビュー動画出してあるんで、ぜひ見てみてください。あ、で充電ケーブルに関してはこのパワーライン3じゃなくて2っていう1個前のやつがあるんですけども、これだとね2本セットで2000円ぐらいということで、ちょっと安めになってるのでこっち買ってもいいですね。はい、続いてマイクロ SD カード、 Android 端末とかを使ってる方はねマイクロ SD カードとか使ってる方も多いと思うんですが、 128GB で2390円ということで、これもねかなり安いです。ちなみに元は2790円とかですね。なので400円オフぐらい。まあ買うなら今かなと思います。はい、続いてこちら 16GB×2 枚のメモリになってます。でこれノート PC 用って書いてあるんですけども、 iMac とかもねこのノート PC 用のメモリを使ってるので iMac で使うことができます。ちなみにレビュー欄見たら iMac2020 でも使えるようになってたので、こちらいいと思います。タイムセールで12800円、元の価格が15400円なので2500円ぐらい安くなってるので、これもおすすめです。はい、続いて SSD ですね。こちら 500GB になってます。まあ、500GB もあるし 1TB もあるし、全部ねタイムセールっていうのになってます。まあこれからパソコンを組むとか、パソコンの容量を増設したいっていう方はこのね SSD 買って取り付けるのとかもいいと思います。普段が6700円なので1000円引きになってます。ちなみにね、サムスンのやつもあります。100円差ですね。 1TB の場合はサムスンの方が400円安い、 500GB の場合はクルーシャルの方が100円安いといった感じになってます。なので 500GB だったらクルーシャル、 1TB だったらサムスン、まあこんな感じの選び方でいいと思います。ちなみにね、僕はサムスンの SSD を、まあ、Windows デスクトップに入れてます。はい、続いてメモリですね。こちら 16GB×2 枚で 3200MHz で動くので、かなり高周波数のメモリになってます。デスクトップ用で僕が使ってるメモリはコルセアのやつで18500円ぐらいしたので、3000円ぐらい安くなってますね。ちなみに普段売られてる価格が18700円なので、3000円ぐらい安くなってます。はい、続いてキャプチャーボード、カムリンク 4K というやつですね。こちらね 4K30 コマまで対応してるキャプチャーボードなんですけども、普段ね僕が使ってるキャプチャーボードはこれになります。これでOBS に移して OBS で録画っていう感じですね。でこれ普段の価格が15500円なので、まあ2500円ぐらい安くなってます。これスティックタイプでかなりコンパクトになってるので、まあカメラだけをキャプチャーしたいっていう場合はこのねカムリンク 4K がかなりいいチョイスになってきます。僕も愛用してます。はい、続いてこちらキャプチャーボードになります。こちらねフル HD までなんですけども、パススルー機能っていうのがついてます。 HDMI、まあ、PS4 とかカメラとかからこのキャプチャーボードに入って、遅延なしの HDMI 出力、そしてパソコンにつなぐ方っていうのがあるので、まあ、ゲームをプレイする方に関してはこっちのゲームキャプチャー HD60S になると思います。こちら3000円引きになってますね。はい、続いてモニターになります。こちらはまあ激安モニターっていう感じですね。IPS 液晶でかなり薄型 7mm になってます。ただ入力は HDMI とあと D サブがありますね。ただ D サブは今の時代使わないので HDMI 1個のモニターっていう感じになってます。でそして別アマウントは非対応になってます。こちらが11,033円、普段の価格が12,900円なので、まあ2,000円ぐらい安くなってます。この値段で IPS だったらかなりいいんじゃないかなと思います。モニターアームにつけない方だったらおすすめです。続いてはこちら 4K モニターになります。 4K モニターね、最近 PS5 とかも 4K に対応してきたので、かなり需要っていうのも高まってると思うんですけども、こちらなんと 29,800円ということで、めちゃめちゃ安いです。27インチの 4K モニターで、僕 LG の 4K モニターもね何個か使ったことあるんですけども、発色とかも綺麗でかなりおすすめになってます。でこちら IPS の液晶で、端子も HDMI2 つにディスプレイポート1個ということで、パソコン、PS5、Nintendo Switch とか、そんな感じでつなげられるので、かなり汎用性っていうのは高いと思います。それでいて 29,800円。普段は 37,800円なので、8,000円オフです。これね、めちゃめちゃ買いだと思います。で、これが27インチだったんですが、31.5インチっていうのもあります。こっちの方がベゼルっていうのが薄くなってますね。
ベゼルレスがいい方はこっちの 31.5 インチいいと思います。ただね、こちらの27インチは IPS なんですけども、こっちの 31.5 インチは VA パネルになってるので、その辺は注意してください。まあでもね、 VA でも全然綺麗だと思います。これが 37,800円、元が 45,980 円なので8,000円オフっていう感じです。はい、続いて 4K モニターじゃなくてウルトラワイドモニターになってます。こちらもね、作業する方にとってはかなりね効率よく作業できるようになったりするのでおすすめです。こちら34インチなんですけれども、このね横幅が長いから34インチなだけで、確か34インチは27インチと縦幅が一緒だったような気がします。ちょっとその辺はね、調べた方がいいと思うんですが、で 4K モニターとねウルトラワイドモニターどっちがいいかなって思ってる人いると思うんですけども、作業をやるんであればこっちのねウルトラワイドの方が効率的にできます。 4K モニターに関しては、まあ、作業領域っていうよりも綺麗に見せるといった感じのものになってるので、まあその辺でね使い分けた方がいいかと思います。でこれが 49,800円で、普段が 59,790円なので1万円オフです。はい、続いてゲーミングモニターになってます。こちらも LG 製ですね。 144Hz 出て 17,800円、24インチの大きさで 144Hz、 1ms で 17,800円だったらかなり安いと思います。普段の価格がまあ大体 22,000 円とかかな。なので 5,000 円ぐらい安いといった感じになってます。デザインもいい感じですね。端子も HDMI 2個にディスプレイポート1個なので、いろんなデバイスつなげられると思います。で、そしてこれスタンドが高機能でチルトもできるし、高さも変えられるし、ピボット、まあ縦方向にもできるしといった感じで、これかなりいいですね。ゲームをやる方であればいいかと思います。ただね、TN 液晶なのでその辺は注意ですね。視野角は狭くなってます。まあ僕的にはね、ちょっとお金出して IPS とか VA パネルの、ゲーミングモニターを買った方がいいかなとは思います。で、こちら MSI のゲーミングモニターですね。こちらは VA パネルになってます。しかも湾曲。で、ベゼルもね、細くなってます。こちらが 19,380 円。まあ、2,000 円足すだけでね、ベゼルレスになったり、湾曲したり、VA パネルになったりっていうのをするので、僕的にはこっちの MSI のやつの方がおすすめです。普段は 22,800 円なので、まあ、3,000 円オフっていう感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はねガジェット系のおすすめ商品まとめてみました。まあこういったねセールの時はね高い商品とかっていうのがかなりお得になるので、まあこういったガジェット系を買うのがかなりおすすめになってます。普段はねアップル製品だったりガジェットのレビュー動画出してますので、興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。以上、バイ。